今年4月、一つの実験的な店をオープンさせました。若者を中心にした深夜の客層に狙いを定めた新しいタイプの店です。外装を白で統一し、出窓や電話ボックスを工夫して、これまでのコンビニエンスストアにはない雰囲気作りをしています。どうしてもその24時間営業ということで男性客が多かったと、女性にもっと親しんでもらおうと、もっと魅力のある楽しさといいますか、そういったものを醸し出したいと、そのために化粧小物、またそのファンシーグッズ、そういったものを置いていきたかったということでございます。書籍も基本的に決まってるんですが、まあそれにプラスビジネス本といいますか、やはりヤングアダルトにもっと受けるですね、あのものと、それから話題性の書籍をさらに強化したかったと。あのこういった靴なんかね、はい、あの置いたのは非常に珍しいと思うんですけどね、はい、一番新しい、一番今欲しかったなという靴を、ズックをその提供したいと、うん、で私が突然あ可愛いって言って止まって、で急に車止めちゃったんです。あ、そうですか。好きなんですよね、こういう感じが。靴は置いてあるし、いろんなものが置いてあるからびっくりしました。あ、シュース、ご夫婦っていらっしゃる。婚前ですね。これからしようという。そうですね。うん、大体いつも夜はこういう時間に買い物に外出ること多いんですか。うん、やっぱり多いですね。普段仕事も遅いから。コンビニエンスストアでは利益率を上げる一番大きな要素は商品の効率的な納入と販売です。ある大手のチェーンではそのためにコンピューターによる最新式の物流システムを導入しています。バーコードによって売れた品物の値段や数を読み取るのは他の店でもよく見かけます。ここでは品物が売れた時間やお客の性別、年齢層までもがコンピューターに記憶されていきます。こうした情報はさまざまな形で分析され、店内のディスプレイでいつでも見れるようになっています。例えばハンバーガーやおにぎりが1日の中でどの時間にどれだけ売れたかというようなことが一目でわかるようになっています。店長はこうした分析結果をもとに店頭に残っている商品の数を確認し、仕入れる品目を決め、その数を電子発注機にインプットします。この機械が商品台帳の代わりになるわけです。記憶された情報は電話回線を使ってボタン一つで配送センターに送られます。配送センターでは送られてきた情報をやはりコンピューターで処理し、このようにどの品物が何個注文されたかが一目で分かるようになっています。このシステムを使うと、納品する品物を小さな単位で無駄なく仕分けすることができます。このシステムには今、他のどのチェーンも注目し、導入を図ろうとしています。街の地図が塗り替えられるという言葉通り、コンビニエンスストアの増殖は非常に早いテンポで進んでおりまして、一部ではすでに乱立状態のところも出始めています。そんな中で便利さが最大の売り物だったコンビニエンスストアも、今や店のイメージアップや徹底した情報管理といった新たな武器がない。8月7日開店前朝礼を行います。地元の皆様に貢献できるようなお店作りを努力していくつもりもおります。今後のご支援ご指導よろしくお願いいたします。言いにくいことも申し上げます。それはお店のためにあえて言わせていただくんである。素直に耳は傾ける。そんなにお客さんがドンと来てですね、最初から、爆発的に売れると、そういう場所じゃございません。徐々に徐々にですね、認知をされていって伸ばしていただくと、そういう場所です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。